ああ、よかった、よかった、ほんまよかった。本当ですね。ああ、本当にちょうど俺、ゴルフドライバーね、ちょっと新しいの。違う。ほんなら、ちょうど、ね。師匠。いや、長さちょっと短めね、ちょっと長尺の短。短め長めじゃなくて、師匠。いい感じでね、ゴルフ練習場でハマって。師匠。全然止まんないな、そんな師匠。よかったな。思い切っても、死だなしでこうたから。師匠。これ大丈夫かな思ったらね、師匠、師匠。いやいや、でもまあ本当にこれ嬉しいことやけどな。はい。心底、まあ心の奥底を引っ張り出すと、多分まあ松井ちゃんはじめ俺、はい。ラジオのスタッフ、はい。ラビットで初めてかい。これはもう、これごめんなさい、ほんまに。もうこれはもうほんまに喜ばしいことやけど、はい。スーパー銭湯、ラビットで最初。いや、ちょっと待って。いや、言うとやるけど、まあ当然ラビットも素晴らしい番組で、柴田さんレギュラーで出てるけどね、はい、文化放送のこの番組、岡芝、はい、芝、これは柴田さんの芝がついてる冠メイン番組やのに、はい、いや、俺やりたかったラビットが最初本当に、マジで。いや、ちょっと、いや、これ本当に、でもこれ言い訳しちゃうと、本当かっこ悪いなって言われるし、何ですか、急にちょっと。いや、そんなことかいって言われちゃうかもしれないから、本当は言いたくなかったんですけど、はい、結婚して、はい、まあ、すぐね、はい、このお菓子場があるから言いたかったんですけど、はい、岡田さんリモートなんですよ。いや、ちょっと待ってくれよと思って。と思って。いや、確かに言ってなかった俺が悪いけど、ちょっと、リモートかいみたいな、これ聞いてる記者とかもいっぱいいると思うんですよ。記者の皆さんもまたね、改めてどういうことをね、で、岡田さんがいじってくれるんだって言って、多分ペンを持って待ってくださってると、思ったとこリモート会っていうね。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと言う。いや、お母さんが悪いね。ごめんなさい。おい。待て。はい。一番リモートって俺のウィークポイントやぞ。一番のウィークポイントをいじるな。そっち側なのかなっていうね、今日。ちょっと、リモートに関して一番の俺のデリケートな部分や、ほんまに。いや、もはや気にしてないですけど、我々は。隔週で、岡田さんは大阪から中継してくださる方だと思ってる。すいません、本当にもう。それはほんまか、それ。いや、本当です。改めて入籍よくあるよね、はい、もう松井ちゃんもね、これからね、はい、未来そういうことあると思うけど、区役所にな、提出する。はい、あれは日にちはいつやったの？これ言うていい？10月10日。10日に引き上げて11日に沖縄だったんで、10日に引き上げて11日に帰ってきて、12日がもうすぐラビットだったんで、もうそこで出したって感じですよね。帰ってきてすぐ。10、11、12か。そうです。ラビットの方がその、提出した日、ラビットの方が近いわけ。そうです。その後にお菓子は。で、まあ、バレちゃうかもしれないじゃないですか。こっち内緒でやって、ちょっと待って。そうなると怪しいな、今のリモートの言い訳も。はいはい。絶対出した後、はいはい、キンキンにラビットの方がキンキンだよな。ラビットの方がキンキンなんですよ。その後、お菓子場やな、はい。この順番が逆やったらリモートの言い訳も、まあ、ええわ。はいはい。いや、でも、川島くんがリモートだったら俺絶対こっちでしたよ。見たこともないわ。いや、川島くんが来るって言うから、その日。おい、待て。川島くん来るんですね。待て。いや、川島くんも大阪の仕事あるから、万が一リモートだった場合は、絶対岡島にしようと思ってます。マジで。いや、今まで川島くんリモートで見たことないわ。がっつり赤坂におるやろ。いや、そうだけど、万が一ね。万が一、ないない。この男はほんまええ加減にせえよ、お前はな。リモートという俺のウィークポイントを武器にして、最低やな、お前は。いや、正直。正直。で、発表はラビットでやって、はい、でもまあ、根掘り葉掘りはどうせラビットではやらないじゃないですか。はい。まあ、いろいろあそこはやらなきゃいけないこともあるし。でも、お菓子場って別に、今日決まってること全部やらなくてもいいでしょ、別に。こら大事なスポンサーさんあんねん。こっちの方が喋れるから。スペンソンからな、栃木のいろいろ本当にあんねん。今日ぐらいスペンソンさんも我慢してくれますって。一旦じゃあいいよと。いや、はっきり言うわ。はい、あなたの結婚より俺スペンソンの方が大事やからな。
スポンサーさんとか大事ですから確かに。そうです。ありがとうございます。いやでも本当にまああのラビットの方でね、はい、いろいろとまあ当然あの記事見て、知る限り、はい、やっぱ幸せなあの一枚もの写真があったりとか、はい、ありがとうございます。どう柴田君やっぱり多少落ち着いた結婚ようやくですね。いや、うん、まあ本当別まあ具体的な数字まであれですけどもうすごい数来て本当に。うんおね、メッセージが。はい。いや、それをもう返すのでも昨日一日終わるみたいなぐらい。最高やん、ほんとに。でしたね、もう。返信はもう、いらないですって言って入れて、ありがとうございますっていうメッセージと。でも、それでもやっぱ返ってくるっていうか、返してくださるんで、皆さん。嬉しい限りやな。ありがたいです。でもね、もうなんか、俺一応コメントでも出したんですけど、なんか柴田ってなんか、どういう感じみたいになってたわけですよ。なんか分かんないけど。あまあ、結婚してた、まあ、うん、してない。分かるよ。子供、うん、な結婚、うん、まあ、何みたいな。うん、そうそう。世間の人がそうという、プラス、本当にね、我々ラジオスタッフ、そして俺も、みんな同じ気持ちよ、みんな。悪いけど、毎週一緒に仕事してるけど。ほんで、もう山崎くんも山崎も言ったんですけど、もう山崎も分かんない。元さんやみたいな。いや、違う、やめとき、一旦ちょっと。いや、向こうにも当然愛情はあったけれども、一旦さないよ。どういう話になってんのみたいな。お前の結婚のニュースみたいな、ちょいちょい出てきてないかみたいな。だから俺、付き合いましたって言って、もう2年半ぐらい前に上沼さんにご報告っていうことで、ご報告させてくれたら、上沼さんがじゃあ結婚やなって言ってくれて、はい、あじゃあ結婚できるように頑張りますって言って記事になって。なった。で、それが1回目の記事になって、はい、柴田結婚みたいな。はい。で、それまだしてないですよね。うんうん、彼女ができましたって報告だから、うんうんうん、でその後に何でか今年の頭に柴田結婚みたいな記事がまた、うんうん、そうやねこの番組でもなんかな、はいはい、言うたやん そうでしたね、うん、年始にまだしてないんですよ、うん、してないけど思想という思想という気持ちがしてくれたらいいなという希望で、うんうん、なんか記事に載ったんですよ載ったそれで今回の結婚っていう発表だから、はい、なんかこれなんかそういう記事をずっと見てた人からすると、うん、俺4回目の結婚になってるんですよ、うん、なんか柴田だからメールでも来るんですけど3回目だっけ4回目だっけみたいなとにかくでもおめでたいもんなみたいなのが来るんですけど俺2回目だからなんかやっぱ記者の皆さんが踊らせてくれるからなんか俺のその結婚記事みたいなのがいろいろあったからおやったじゃん柴田っていうことでなんかこう世間が持ち上げてくださるんですけどわかりましたそうそれってちゃんと訂正しときたいそこは2回目ですというねなるほど整理すると2回目の結婚、うん、いわゆる再婚とそうそういうことでそうです、そうですもう再婚っていうのはちゃんと元さやじゃなくないっていうねそこもね、はいはい、当然ね当然再婚ですからまた新たな奥様でこれでいいですかそうですそうですそれでいいですよね、はい、記者の皆さんこれでお願いいたしますちょっと大変なことになっちゃって私のそれで返事のラリーがまた多くなっちゃったりとかしててずっと昨日一日中もう親指痛いです親指痛いんですよ違いますのとこだけ強くなっちゃうから気持ちが入っちゃうそれ言うと悪いけど、はい、己が歩んだ人生やからな結果いやそれはもう自業自得やろそうなんですよだから、まあ、嬉しい悲鳴でもあるんですよねだから何回もこうやって結婚かって言って書いてくれるのは嬉しいことでもあるんですけども、はい、なんかほらぼんやりしてたから俺のやつが発表がよかったおかしばではほんならもう根掘り葉掘りやないけど改めてこの整理して、柴田さんの結婚というのはもう一度言うと再婚で新たな奥さんとご一緒になったこれでいいですね、はい、で2回目ですというね2回目ですもうこれ以上何もないですね大丈夫ですねこれ以上何もございませんこれ以上のことプラスしてまた書かないでいただきたいと思います、ね、また この先またなんか空白の時間があるわけじゃないですねちょっとそれはないですねそれも心配なのよ大丈夫ですねまた空白にしないで埋めていく大丈夫ですね師匠もこれから埋めていくから大丈夫消費者金融でお金を借りたことがある人は実はお金を余分に返済している可能性があることが分かりました。余分に返済していても、返金される権利があっても教えてもらえません。あなたがいくら余分に返済しているか、今すぐご確認ください。お電話無料、調査無料、初期費用無料。代表は法務大臣認定司法書士杉山和穂。ダメ元で電話してみたら、100万円以上の現金が戻ってきた方もいらっしゃいます。0120-316-571 316-571 316-571 司法書士法人杉山事務所
増田岡田岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣の文化放送おかしば。おかしば、この時間はセーフティーガード警備の提供でお送りします。あなたを守るためにやってきた、環境を守るためにやってきた、誰もが安心して暮らせるグローバルセキュリティのスペシャリストを目指して、その名はの朝をにぎやかに、増田岡田岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣のおかしば。文化放送からお送りしていますおかしば、今日のテーマタイミング悪いなですね。はい、大阪府のラジオネーム世界の中心で上樋口と叫ぶさんからです。なんでそんなこと言うの。そうですね。はい、いきますね。なんでそんなこと言うの。いやイライラし、いやイライラしないよ。そう、早くないですか。こんなね、ハッピーや、ハッピーだな、結婚しておめでたいわ。いや、そうなんですか。イライラしないよ、本当にね。すみませんね、気になっちゃうもんな。まあまあまあ、そうですけどね。13年前、娘が生まれた時のことです。嫁の妊娠中、私は生まれるまで男か女か知りたくない、だから俺には内緒にしてくれと頼んで、嫁と両家の親たちは何ヶ月間もひたすらその約束を守ってくれていました。そして陣痛が始まり、いよいよお産、私は出産に立ち会うため嫁の手を握りスタンバイ、さあどっちかな、楽しみワクワク、その時助産師さんが言いました。今からお産です、お子さんは女の子でしたよね。あら、唖然とする私。続けて、確か女の子でしたよねと念押しする助産師さん。まあなんでもな、気まずそうに嫁が、あのこの人には内緒だったんです、助産師さん、え、そうだったんですか、ごめんなさいとひたすら謝罪、出産は無事に済んだんですが、男か女か家族が何ヶ月も私にバレないよう内緒にしてくれていたのが、生まれる15分前にまさかの助産師さんによる発覚。いや辛いな。なんでこのタイミング。その人に罪はないけど。そう、確かにそうですよね、どっちだどっちだとずっと心の準備してたんだけどな、といただきました。なるほど、ね、悪気はなかったんですけどね。ないけどね、本当にな、良、かれと思ってと言います か, か、ね、ちゃんと確認してね。そうですね、だからもうそれ言っとかなきゃいけないね、一応ね。まあね、周りにはねきっちり言うとか、でも最後の最後ギリギリになったら本当にどっちでもええのよ、丈夫な子が生まれたら、それだけなんのよな、最後はな。確かにギリギリのギリギリでさ、陣痛起きて病院入って、助産師さんに、ちょっと内緒にしてますって言わないで、言えないですよね、ちょっと言わないでください。まずはね、本当にね、無事出産することがまず一番やからな。そうそうそう、本当に。続いて千葉県のラジオネーム、うっちん親分さんからです。僕はロックバンド世紀末の完コピバンドをやっています。すごい。世紀末のコピ版は楽器以外にもメイク道具、ウィッグ、衣装、ステージで使うギロチンなど、とにかく全部そこまで荷物が多くなりがちなんです。そんな時に限って警察の職質を受けます。警官から車の荷物見せてねと言われて、出てきたのはステージで使う予定だったムチとロウソク。これ何に使うのと聞かれて、いやあのライブで使うんです、本当なんですと必死に説明したんですが、あの警官絶対信じていないと思います。皆さん職質の経験ありますかといただいてます。職質ありますか、柴田さん。さあ、まああるあるある。岡田さんもありますか。これあのやっぱりあの自転車やね、あの自転車乗ってったら一応、その自転車ちょっといいですかみたいな、ちょっと夕方ぐらいで例えば電気つけてん時とかね、ちょっといいですかみたいな、これどうなんのちゃうかみたいなぐらいは全然あるよ。やっぱでもそれはやっぱり警察官のお仕事きっちりやってるからね、全然。なんか柴田君もあるやろ、やっぱ斜めのあのサングラスかけてるとか。ちょっといいですか、すいません。いや、まさにあの当時ですよ。ちょっとこれ、そうですね。ちょっとこれ違法改造じゃないですか、これ、あのなんか。え、これちょっとかなり斜めで。メガネで違法改造なんかないでしょ。この角度、この角度かなり違法。いいんですよ、これ車検通ってる？車検通ってない。車じゃないんだから別に。タイヤついてないでしょ、俺のメガネは。え？いや、一回ね、はい、
最近あんま磨けなくなったけど、リップクリームみたいな形してて、蓋開けてこの鼻に入れて、でこうやって吸うと、スースーするみたいなのが流行ったの知って、知りません？昔あったかな、スースーするメントールみたいなの入ってるみたいな。はいはい。十何年ぐらい前かな。はい。それをね、海外で友達がお土産で買ってきてくれて、で、それポケットに入れて、クンクンやってたんですよ、いつも。で職質されて何しますかとかってこんばんはみたいな、で荷物の見せてねって言って、でもそれ海外のやつだしなんかよく分かんないから、うわ怖い、なんか別に大丈夫だろうなと思ったけど出さなかったんですよ、でポケットされた時なんか入ってますねみたいな、あ怖い、うわ怖い怖い怖い、マジやマジや、でも俺もよく分かんないから、いやちょっと怖い、鼻に入れてで吸うとすごい気持ちよくなるやつで、いや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 これですか、海外のやつで鼻すると気持ちよくなる、全然違うよ本当に、ちょっとメンソールだから、ちょっと怖い怖い、お前それで空白の時間があったんだ、それはその前ですよ、もっと20代の時ですから、でお前さんと一緒にそれ吸ってお前さんにもやってもらってこういうのがあるんですっていうことで、でも少しなんか確認の時間みたいなのありましたけどね、それはあるやろな、こういうのあるんですねとかって怖いやん、ほんと聞いてたらほんと海外もんやからな、その時は分かんないんですよ、普通に説明してるだけだから怪しくないっていうふうに特に思わせなきゃいけないから、いやこれ別に鼻に入れて吸うだけですみたいな、すごい気持ちよくなるんだよみたいなのが逆に本当に変な説明で、逆にね変な方に行ってもうて、びっくりしましたよ私は、いやいやいや、はい、皆さんメッセージありがとうございます、引き続きお待ちしております、受付メールアドレスおかしアットマーク joqr.net、 感想ツイッターハッシュタグおかしはつけてツイートしてください、公式ツイッターのフォローもお願いします。文化放送 joqr、 文化放送おいりょうアーカブ火曜担当の This is Fun です。来週は高校生タレントスペシャルウィーク、火曜日はピクセルアーティストとしても活躍する高校2年生バウエルジゼル愛花さん、そして水曜日は話題沸騰中のイケメン高校生坂寄風太さんが青春授業をしてくれます。ピクセルアーティストか、緊張するな。おいでよ青春、毎週火曜と水曜夜7時から9時まで生放送、聞いてね。文化放送主催さだまさしコンサートツアー2022恋、11月9日水曜 J コムホール八王子にて開催、チケットは各プレイガイドで好評販売中、お問い合わせは 03-6327-3710 チケットポートまで。増田岡田岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣の文化放送おかしば、この時間はスベンソンの提供でお送りします。あ、それってスベンソン、人はいつでも何度でも自分を磨いて変わることができるものです。このコーナーではスベンソンの増髪は男を磨くもう一つの選択肢というキャッチコピーにちなみまして、自分磨きのために以前から続けていることや自分磨きのために最近始めたことなどをリスナーから募集して毎週紹介、今日もおかしばの二人に優しい応援、時に鋭いツッコミ入れていただきます。了解です、お願いします。はい、増やす髪と書きまして増髪、覚えましたか、はい、皆さんね、お願いします、うん、お願いします。では茨城県ラジオネームどんぐりこさんからです。お、ぐりちゃん、私はしばらく休んでいたクロスワードパズル雑誌、うん、こちらに応募することを始めました、うん、へえ。毎月雑誌を購入しては問題を解き、うん、ホームページのサイトに回答を記入、うん、送信してみたんですが、うん、当選者一覧を見ても見ても見つからず、うん、がっかりして続けていた応募を休んでいました。そういうことね。ただ認知症予防にも脳トレはいいと言われていますし、うん、解けた時の爽快感、うん、また万が一当たった時のドキドキ感がやめられなくて、うん、気持ちが再燃し、当たったことあんだ、でもじゃあねえ、応募することの楽しさを見つけました、うん、ほう、基本は自分ですが、わからないときは妹にも協力してもらい、うん、問題を解いて応募、いつか欲しい商品がゲットできるように頑張る日々です、うん、お二人も司会や番組出演されておりますけれども、うんうん、脳トレクロスワードパズルとか興味ありますかといただいてます。あるある、めちゃくちゃある。うそ、あります、え、めちゃくちゃありますよ。もうみんなでグループ作って、あの謎解きのやつとかしょっちゅう行ってますよ。いや好きですね、好き好き大好き。以前からなんか M1 グランプリはなんかグループで事務所借りてテレビで見たりとか
あと選手やったかなんかお豆をみんなでなんか、はい、なんか言ってたな、豆、はい、豆ワングランプリみたいな、はい、わけわからんの開催、いろんなん開催させてますね、本当にもう一人でいたくないんです一人になりたくないんです空白の時間が一人でやったからそうだから一人になりたくない誰かそばにいてほしい。たまになんか雑誌とかで、あれはやるけどな、はい、あのイラストで間違い探し、5つこの、あたまにやるけどな、ありますね、あんね、はいはい、5つで4個目まで見つけたけど、あの1個が分かるのも腹立つけど、なかなかあれたまにあったりするとおもろいな、あれは。でも多いじゃないですか、今、テレビでも、なんかそういうちょっとひらめき問題みたいな。はいはい、ひらめき、おいおいおい。やっといたらやっぱりちょっと違うんじゃないかなって思いますけどね。確かにね、英子ちゃん、はい。いや、師匠もだってある意味でもやってるじゃないですか。そうですね、うん、もうノーベル師匠もある意味ひらめきですからね。そうですね。はいはいはい。でも師匠答え知ってんですもんね。でもね、師匠はね。いや、基本知らんようにしてんだよ。やっぱり。そうなんですか。はい、もう知らへん。だから一緒に目線で考えて、マッチ棒クイズとか、一緒に考えながら。うん、もう、だからもうクイズな収録忘れて、できたって俺一人で言うから。いや、司会者ですから。ちょっと黙ってもらいますとかね。一緒に参加しちゃって。そうそう、一緒に参加して。ほんで最低なのが、なんでわからんのこんな簡単なのって。最低な目線で。これは申し訳ない。ほんとすいません。やっとかなきゃですね、我々も。そうね、そうそうそう。いいですね。では続いて、埼玉県のラジオネーム、犬も歩けりゃ腹が減るさんからです。うん、人から、お前はアラビア語を書いているのかと言われるほど、私はとても字が汚く、ね、ずっとずっとコンプレックスでした、うんうん、4月に職場が変わり、それまで毎日 2,3 時間残業していたのですが、ほとんど定時で帰れるようになりました。あ、なるほどね。とっても時間が余るようになったので、うんうん、何か習い事をやろうかなと考えて、いい、編集時をやることにしました、うんうん、あ、編集時ね、やる方多いな、うん、岡田さん、柴田さんならご存知だと思うのですが、はい、昔漫画週刊誌の裏表紙によく広告が載っていた、うんうん、あ、はいはい、日編のミコちゃん。ああ、日編先生、あった、あった、うん、人並みに読める字で書けるようになったら、お菓子場にメールではなくハガキを出そうと思っています。いいですね、はい、といただきました。定期的にもらいたいな。どれぐらいの成長があったのか確認したいんで、こちら。そうなんですよ、以前もね、このコーナーでね、ペン字の字の話したら、はい、柴田先生が字に関してはかなりの、はいはい、達人というのね。いやいや、全然達人じゃないですか。そうでしたね。うん、特にお母様が言ってたよね。お母ちゃんがめちゃめちゃうまいでな、うん、本当に。はい、いや、だから本当に今回も結婚おめでとうって言って、ご祝儀みたいにいただいたんですけど、はいはい、その、おかんから。そう、筆で書いてある表のやつ見たら、コピーかと思った、本当に文字の。そんな美しい。美しい、お母さんの字美しいって言っても、なかなか息子褒めないでしょ、でも。いや、それぐらい美しかった。うわー、人すごいわ。いや、でもそういうところでまた尊敬するもんな。尊敬する。お母さんのな、そうや、そうや、そうや、もう字綺麗なのはそんない、本当に。いいですね。やりますか、うん、字の勉強し、やる、もう一回。あ、本当ですか、うん、じゃあ、お願いします。なんで、なんで。乗るわけでもなく。じゃあどうぞ。あかんね。一発ギャグじゃないんだからね。そうやね。じゃあ、松井ちゃん、ごめんなさい。松井ちゃん、今の振りはあかんで、ね、本当にね。すいません。あ、本当ですか。じゃあどうぞ。なんか今からの展開で人笑いちょうだいの無理やね。ですよね。なあ、今の振りあかんで。私もやろうと思ってたんですとか、なんかそういう勢いの食いつき方だったの。突き放し方すごいね、手差し伸べて。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい。では続いて、うん、栃木県のラジオネーム、タカさんからです。えい。子供の頃、キノコが苦手で、うん、大人になっても食べていなかったのですが、うんうんうん、先日、数十年ぶりにキノコを食べてみたら、まあ美味しかったんですよね。全部食べなかったのかな、キノコ。ね、スパゲティやカレーなどにキノコ入れまくっています。お通じも良くなり、はい、食わず嫌い良くないですね、といただきました。うん。なあ、それはあるわ。これから鍋やから鍋で入れたらもっと前でキノコな、キノコ類いろんなあるやん、もう。しめじからエリンギからうまいで。2種類。いやすいません、あのね、キノコの話題でちょっと頑張ってトークを広げてんねん、はい、お前ら二人。そうだけど、でもしめじとエリンギだけですか。いやだけど、その他そこ、あ、出てこえへんな思ったらな、平竹。いや、だからそれを言いなさいよ、出てこえへんな思ったら、これを言うのもありますね、で映画な。そうだけど、
いやちょっと別にその別に何が一流ってわけじゃないですけど、松茸しいたけ出さずに残りの2つ出してシュッと身を引いた感じ、何かなみたいな。いや何かなみたいな。いや何かトークというのは助け合いやろ。あ、そうそう、ほんまに。すいません。そうやろ。はい。あ、他にも岡田さん、これもありますねで映画な、確かに、そうです、本当に。いやあやれへんわ、ほんまに頼むで。はい。じゃあどうぞ。じゃあどうぞやれ。じゃあどうぞやれ。じゃあどうぞやめ。ほんまに。ダチョウさん怒ってくるんで、そんな雑な使い方したらほんまに。そうですね。じゃあどうぞやれ。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。というわけで、このコーナーではスベンソンの増髪は男を磨くもう一つの選択肢のキャッチコピーにちなみまして、自分磨きにまつわるエピソードを募集しております。はい、メールアドレスは、おかし @joqr.net、タイトルにスベンソンと記載してお送りください。うん、はい。このコーナーでメールを採用させていただいた方には、スベンソンコラボドデカステッカーを漏れなく差し上げますので、住所とお名前もご記載ください。ここでスベンソンからのお知らせです。こういう自分でいたい、もっと思い描いた姿になりたい、そんな自分磨きを全力で応援するのが私たちスベンソンです。ウィッグやエクステ、カット、ヘアケアなど、一人一人にぴったりのサービスをご提案しています。自分磨きの形は人それぞれ、たった一つの正解なんてありません。まずはやりたいこと、できることから始めてみませんか？体型をコントロールすることも、若い頃の武勇伝を満足に語っても、豆ワングランプリの開催を熱望したって、自分磨きにチャレンジできます。お願いします。髪から始める自分磨きのプロ、スベンソン。特許技術のスベンソン式増毛法の無料体験をはじめ、各サービスにお試しメニューをご用意していますので、お気軽にご相談ください。はいはい、汗ばむ季節には頭皮ケアもおすすめです。すっきりしてみてはいかがでしょうか。うん、思い立ったらすぐ予約できるのも本サービスの大きな特徴です。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-84-7109 0120-84-納得、株式会社スベンソン。スベンソンからのお知らせでした。はい、ちなみにですけども、岡田さん、はいはい、これ10月20日まもなくやってまいりますけども、10月20日これですね、なんと、はい、頭髪の日なんですね。あ、10が頭で髪が20でね、はいはい、頭髪の日でございます。あ、これは語呂合わせで、そう、なるほど。ということは、まあね、一年中、まあ自分の髪ね、こう、じっくりチェックするのもなかなか厳しい方は、こういう日をきっかけに、改めて見つめ直すきっかけ、ね、意識高める、いいですね、いいきっかけになりますね、これは。はい、はい、お願いいたします。以上、あ、それってスベンソンでした。増田岡田、岡田圭介と、アンタッチャブル柴田秀嗣の、文化放送、おかしば。この時間はスベンソンの提供でお送りしました。増田岡田岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣の文化放送おかしば。着物をお持ちの皆さん、その着物売れるんですよ。出張買取のバイセルなら、タンスに眠っていた着物8点、帯8点で26万2000円になった方もいらっしゃるんです。あなたも無料の出張査定を受けてみませんか？はい、着物出張買取のバイセルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんだけど。はい、バイセルではお客様の着物を高く買い取ります。少ないけど大丈夫？大丈夫です。1点からでもお受けいたします。うちに来てもらうとお金かかるんでしょ？いいえ、出張料も査定料もすべて無料です。キャンセル料もかかりません。なら頼もうかしら。あなたの着物も高く売れるかもしれません。シミやシワがあっても大丈夫。一度無料出張査定してみませんか？ご予約はお電話1本 0120-697-495 697-495 着物出張買取のバイセル。時刻は11時32分になるところです。文化放送ニュースです。報道部から鈴木純子アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。静岡県小山町の県道で乗客1人が死亡した観光バス横転事故で、警察が押収したバスの検証を週明けにも始めることが分かりました。現行犯逮捕された観光バスの運転手で埼玉県飯能市の野口雄太容疑者26歳は、ブレーキが効かなかったと供述していることから、タイヤやブレーキシステムを中心に調べます。
タイヤ内部に熱を帯びた痕跡が残されていれば、フットブレーキの多用で効きが悪くなるフェード現象が起きていた証拠になるということです。一方、警察は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死の容疑で野口容疑者の身柄を検察庁に送りました。事故はおととい午前、静岡県小山町の県道で観光バスが下り坂のカーブを曲がりきれずに横転したもので、女性1人が死亡し、女性6人が大けがをしました。全国旅行支援が始まってから初の週末となった今日、各地の観光地には多くの人が足を運び、感染対策と社会経済活動を両立させるウィズコロナの新たな日常が本格化し、東京駅の東海道新幹線新大阪方面行きのホームは朝から混み合いました。関西方面へ旅行するという千葉県木更津市の27歳の男性は、コロナ前の生活が戻ってきている感じがする、また拡大するかもしれないので落ち着いている今のうちに楽しみたいと話していました。日本を訪れる外国人観光客の水際対策も今月11日に大幅に緩和され、全国旅行支援では1人1泊あたり最大1万1000円が支援され、旅行業界には低迷からの脱却に期待感が広がっています。文化放送ニュースでした。報道部から鈴木純子アナウンサーでした。増田岡田、岡田圭佑とアンタッチャブル柴田秀嗣の文化放送おかしば。ハピネスクラブラジオショッピング。ハピネスクラブラジオショッピングです。堀田さん、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。柴田さん、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。はい、あと、岡田さん、まだホークスは負けたわけではないので、この後頑張っていきたいと思いますね。いや、確かにそうなのよ。本当に昨日千賀はやっぱりな。大エースや、お見事、あっぱれや。ただ、本当崖っぷちなんですね。はい、ね。厳しいと思いますが、頑張りたいと思います。いやいや、はい、さあ、今日はここ福岡からですね。なんと、まあ、だんだんこう肌寒くなってきましたので、うん、いよいよお鍋の美味しいシーズンということで、ね、今日はですね、お待たせいたしました、はい、てっちりでございます。うわ、もう贅沢な山口県下関のフグチリセットご紹介したいと思います。届いておりますよ。届いてるの、はい、ぜひ召し上がってみてください。これお出汁の中にこれいっぱいお野菜とかが入ってるんですね。具沢山で、はい、本当に、はい、本当にちょっとこちら大阪リモートには届いてないのよ、うん、そうでした、ね、バームクーヘンしかないのよこっち、ね、バームクーヘンも美味しいけど、フグチリと柴田君もちもち、はい、うわ、すごく美味しいですね。本当です、あったまりますね、うん、いや絶対美味しい。いや、お野菜もいいですね、だし吸ってて。もう今回ですね、うん、あの下関にありますそのフグ専門店山賀のですね、うん、はい、ここにいらっしゃる、うん、フグの匠山賀達夫社長にもう作っていただいた、うん、あの天然のフグだけを使ったという、もう贅沢なフグチリセットになっています。フグ、だからですか、この身のプリプリ感。そうですね、はい、やっぱあのこの冷たい海で育った天然ものというのが、はいはい、身が全然もうプリプリしておりましてですね、これをぜひ味わっていただきたいと思います。めちゃくちゃ美味しいです。今回あのフグの女王と言われているあのマフグの、まあ、体長40センチぐらいの立派なやつをですね、あの日本海産の天然物を使っております。あ、なるほど、トラフグと並ぶマフグね。これ美味しいらしいな、これ、はい、いや白身の歯ごたえがめちゃくちゃいいんですよね。あ、ありがとうございます、はい、うん、でもやっぱり出汁がやっぱり美味しいですよね、これね。いや、だからその出汁が本当最高なのよ。ありがとうございます。締めの雑炊のこれね、また美味しいのがその出汁がポイントや、うん、な、これ。それこそあのお野菜なんかもこのスープを吸い込んで何倍も美味しくなりますし、はいはい、あの山口さん曰くですね、やっぱフグチリ用にちょっと大きめのぶつ切りにしてるのがポイントらしくてですね、こう骨ごとぶつ切りにしておりますので、この骨のところからあのフグの美味しい出汁がたっぷりと出てくるようになるとおっしゃっておりました。はい、もうぜひあの福蔵氏をやっていただきたいと思います。いいですよね、フグ食べて美味しいなーなんて、はい、最後締めて雑炊、はい、そうですね。これ熱燗なんかつけちゃったらたまらん。そうですね、ね、はい、もうご家庭で本格的なこのフグチリをお楽しみいただきたいと思います。今日はですね、この山口県下関から国産天然フグ鍋セット、
お値段がもう信じられないくらいお安くて、はい、何かの間違いじゃないかと思いました。これ送料別途税込みで4980円でのご提供です。4980円ですか、はい、随分お求めやすい。そうですね、めっちゃ安い、はい、イメージだとこれで 3,4 人前くらい。あ、そうです、それであります。あのお鍋用のぶつ切りにしたものがですね、うんうん、パックに 350g 入っていて、はい、これでおよそ3人前と、うん、ここにですね、山賀さん特製のあのフグチリスープ専用のスープもお付けしますので、はい、あとお好みのお野菜だけ買ってくればいつでもご家庭でフグチリが楽しめます。なるほどね。あ、そうなんですね。はい、そうか、そうか。いやー、スープがこれよく絡むんでね、これ、はい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 、野菜も非常に美味しいですね。うまいの野菜もうまなるのよ。しかもこの切り身はですね、あの、まあ、お鍋に入れるだけではなくで、うんうんうん、これを使ってあの焼きフグとかですね、フグの唐揚げとかですね、そういうのも楽しんでいただけますので、もうぜひあのじゃあ3人前あるんで1人前をですねそういうちょっと焼きフグとか唐揚げにして、まあ、2人前お鍋にしてとか、ちょっとお酒を最初にですねこの焼きフグとか唐揚げで楽しむということもできるようになっているんですが、今日はですねここから頑張りましてですね、このセットをもう1セットお付けしますんで、ですから最初から合計6人前、うん、これでお値段そのままの4980円でいかがでしょうか。6人前です、はい、ちょっと、天然国産のフグだよ。あ、そうですね、天然で国産です、はい、天然国産のフグ6人前4980円。そうですね、ここが私もおかしいなと思いますが、どう考えても1人前1000円切っておりましてですね、はい、ちょっと激安になっております。お店で食べたら1人前でも4980円じゃないで、取られますね。それでもないで、1人前でももっと高いで、ほんまお店で食べたら。でさらにですね、せっかくならここにやっぱりあのテッサフグのお刺身もあるとなおいいかなと思いまして、嬉しいですよ。ちょっとご用意してみたのがですね、このお刺身用のフグをですね軽く火で炙って旨味を閉じ込めたというめちゃくちゃ贅沢なフグの炙り刺しというのがございましたので、ちょっとまずはこれも皆さん召し上がってみてください。いいですか。はい、綺麗ね、すごい美しいです。確かに周りだけ少し焼いて、あ、そうです、うわ、炙り刺し、うわ、身がすごいコリコリもちもち。そうですね、美味しい、美味しい、はい、まあ、周りでも焼いてる分その香ばしさみたいなのも口の中広がりますね、うん、ありがとうございます。そうですね、いや淡白だけどお味がすごくやっぱりあのありますねこれね、そうですね、うん、もうこの炙り刺しもですね、まあ、5、6人前のボリューム、100g ドーンとまとめてお届けしますので、というかもう贅沢にあの塊というか柵の状態でお届けしますので、これはあのご自分の好きな厚みに切って、あの厚めに切っても薄めに切っても大丈夫ですので、好きな厚みでこのお刺身、あの炙り刺しが楽しめます。森田さん、どういうこと、この炙り刺しはどういうことですか。どういうことかと言いますと、頑張りましたのでこれお付けしますので、はい、ですからフグチリ6人前にフグ刺しも炙り刺しも6人前ついて、両方まとめてでお値段そのまま税込み4980円となっております。いや、何人前、これは何人前、これ、いや、これは本当激安、マジで。ですよね、美味しいですもん。で、さらに実はまだありましてですね、あのお酒好きの方のためにやっぱあのフグのヒレ酒を楽しんでいただこうと思いまして、このトラフグのヒレ、これを3枚一緒にお付けいたしております。あ、ヒレだけ、これ冬の贅沢ですよね。そうですね、ちょっとヒレ炙ってですね、うん、日本酒とかに入れていただければ、はい、コースや、はい、もう全部まとめてで、4980円となっておりますので、はい、もうぜひ今年最後の、あ、最初のお鍋ですね、うん、ぜひこのフグ鍋お楽しみいただきたいと思います。でこの時間ですね、あの限定80セット限りとなっておりますので、はい、ぜひ皆さんお早めにお電話ください。送料別途頂戴しております。さあ、お申し込みは0120-333-200 まで。なお、あの食品につき商品お受け取り後、お客様のご都合による返品がお受けできませんのでご了承ください。お申し込みは0120-333-200 0120-333-200 です。堀田さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、ハピネスクラブラジオショッピングでした。増田岡田、岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣のおかしいば。ここでBDS バイクセンサーがお送りする文化放送天気予報です。
気象協会の青山さん、お願いします。はい、お伝えします。関東この時間雲に覆われていて、都心の現在の気温は 22.5 度。午後もほとんど上がらないところが多いでしょう。またところどころ雨雲がかかっていて、ばらつく程度ではありますが傘が必要です。そしてこの後も雲が広がりやすく、千葉県など沿岸部を中心ににわか雨のところがありそうです。ただ内陸からは日差しが戻りつつあって、前橋の最高気温25度と夏日になるところもありそうです。ただ日差しは一時的で、明日になるとまた雲に覆われるでしょう。天気は下り坂で、夜は関東南部を中心に雨が降りそうです。明日の雨の降り始め早くなることもあります。お出かけの際には傘をお持ちください。明日の最高気温は25度くらいのところが多く、日差しが少ない割に日中は気温が上がりそうです。こちらからは以上です。ありがとうございました。気象協会の青山さんでした。 BDS バイクセンサーはバイクオークションで日本最大級の規模を誇る BDS が運営するバイク検索サイト。豊富なラインナップの中からあなたの理想の1台を探してみませんか。詳しくは BDS バイクセンサーで検索。続いて西の国埼玉上福岡の近藤建設グループがお送りする文化放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小池さん、お願いします。はい、高速道路は下り線の混雑が続いています。東名高速道路の下りは海老名サービスエリアで20キロ、大井町田と御殿場の間の右ルートのつぶらのトンネルで17キロの渋滞です。東京インターから御殿場インターまで2時間10分かかっています。中央道の下りは東京の日野バス停で11キロ、神奈川県の富士のパーキングエリアで18キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に両方向8キロ前後、関越道の下りは高坂サービスエリアで15キロの渋滞です。東北道の下りは羽生パーキングエリアで9キロ、東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて2キロの渋滞です。道路交通情報センターでした。ありがとうございました。日本道路交通情報センター小池さんでした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。文化放送交通情報、次は12時50分頃お伝えします。ママが好き、ママが好き、私のうちを。行ってきまーす。行ってらっしゃい。西の国埼玉上福岡の近藤建設です。コンコン近藤建設。おかしば、おかしば、増田岡田岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣のおかしは。大場久美子です。豊富な経験や知識がある、そんな60歳以上の会員を企業のニーズに合わせておつなげします。シルバー人材センター、働きたい、その思いを叶えたい。公益財団法人生き生き埼玉。伊藤志郎、吉田照美、親父パッション。今週は泥棒にこだわる。お魚くわえたドラ猫。これからの季節、空き巣が増えるそうですよ。気をつけましょう。伊藤志郎、吉田照美、親父パッション、泥棒にこだわる。今日の午後3時から。増田岡田岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣の文化放送おかしば。この時間は求人ボックスの提供でお送りします。要領よくてテキパキタイプ、時間をかけて丁寧タイプ、真面目な人、にぎやかな人、会いたい人とここで出会える。あなたの求める人探してみませんか。無料で求人募集ができる求人ボックス。おかしば。
文化放送からお送りしていますお菓子場、改めて来週のスペシャルウィークのお知らせいたしましょう、はい、まずゲストです。今話題の松竹芸能より、はい、アメリカザリガニのお二人お迎えいたしまして、松竹芸能さんの社内事情などいろんなお話伺ってきます。最近ちょっとそういうのがムーブメントよね、何かよう番組でもダウンタウンデラックスとかでも事務所のねみんな来て、いろいろ事務所のなんか話するみたいな、うん、はい、ね、アメザリはそういうタイプ違うからね、そんなやったら南川とか読んだらええねんから、ならばアンタッチャブルとアメザリは結構近いやろ、キャリア的にもほぼな、ほぼな、先輩かなと思ってたんですけど、なんか調べたら同期ぐらいじゃないかっていう話、ね、ぐらいやな、はい、ほんまにな、はい、ね、ほらそりゃもうアメザリや、もうほらもう、うん、来た来た来た、本当にね、はい、来るで来るで、そんなに中身ない、そんなに中身ないことありますか、来た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 、いやありがたい、いや文化放送さん本当にこの番組本当にありがたくてもね、松竹芸能いろいろ、はい、柴田君にも申し訳ないのよ、人力車さん、いやいや楽しいですから、で、いやいや人力車も相談させてください、だからね、また何かありましたら、そうですそうです、そうです、本当に、ね、お願いします、はい、アメザリが来ますんで楽しみにしてください、はい、はい、そしてメールとツイッターでご参加いただけます豪華プレゼント企画、こちらも実施します。オープニングでもお知らせしたんですけれども、うん、まず一つ、あなたの財布の中身を2倍にしますキャンペーンですね、これすごい、はい、リスナーからメールで申告いただきました財布の中身の金額を番組が丸々プレゼントいたします、うん、こちら前回よりたくさんの人にプレゼントする予定ですので、ぜひお楽しみになさってください、はい、うん、そしてツイッターですが、文化放送オリジナルクオカード1000円分10名様にプレゼントする企画を実施いたします。すごい、はい、そしてスベンソンさんとのコラボグッズですね、うん、ドデカステッカーなんですけれども、うん、あ、それってスベンソンでメールをご紹介した方にはもちろん、来週はその他のコーナーでメールを読まれた方にも全員にプレゼントいたします。太っ腹大盤振る舞い、そうですよ、はい、スペシャルウィーク気合入っておりますよ、ありがとうございます、内容でお届けします、それぞれ詳細番組のツイッターで確認していただければと思いますので、だからアメザリがゲストやから、ちょっとアメザリにねなんか質問とか、はい、いろいろありましたらそれ ね、 いいね、はい、募集しておりますんでね、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。来週もお聞き逃しなく、はい、そしてこの後12時台でお菓子場大喜利のコーナーありますけれども、うん、今日もミスター怪盗霊ことワンワンニャンニャン菊池さんメール送ってくださいました。いやー、はい、いやこの男もな、はい、本当に菊池というのはもういろんな先輩にもほんま小判ザメのについて、はい、アメザリの柳原とも仲が良くて、あ、そうなんですね、ほんまにそうですよ、この菊池だけはいろんなとこに顔出しちゃうね、この男は愛されてるんでしょうね、うまあまあね、はい、やっぱり、はい、これね、はい、僕がまあ結婚したっていうことで謎かけを送ってくれたんですよ。いや急にちょっと待ってください、え、はい、そんなんやるタイプやったかな、ご祝儀ということで、ご祝儀、謎かけ、菊池からのご祝儀でおめでたい謎かけを送ってきてくれました。読ませていただきます、どうぞ、はい、柴田さん夫婦とかけまして、うん、柴田さん夫婦とかけましてワンワンニャンニャンと解きます、その心は、どちらもいい夫婦でしょう。はい。わかりますか。はい。わかりますか。ワンワンニャンニャンニャンで一一二二二いい夫婦という。私もですね、7秒、はい、そうですね、8秒ぐらいかかりました。8秒かかる。あの頭の回転の速い、切れ味鋭い突っ込みでおなじみの柴田さんが、はい、7秒、8秒空白の時間がありましたが。なんかやっぱちょっと言い方悪いですけど、ワンワンニャンニャン、はい、まあそんなに売れてないから、なんかちょっとこう悪い感じのやつの、意外にしろみたいなことかと思ったら、いい夫婦で、あれみたいな。あのすいません、さらっと、ワンワンニャンニャン売れてないから言うの、さらっと言うのやめてもらいますキックがこの番組でしか売れてないじゃないですか。あれなんかしらこう突っ込み待ちなのかと思ったら本当にいいやつでしたね。あ、なるほどなるほど、はい、本当におめでたいやつでした。数秒間空白の時間があって、あ、今もんにゃ、あ、いい夫婦ねみたいな時間かかってしまいました、ごめんなさい、すみません、はい、ご祝儀謎かけありがとうございました。じゃあ行きましょうか、お手本の方ね、行きましょうか、うん、はい、上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。ストップウォッチで説教のタイムを測る。はい、最後。わかったか。はい。
何してるんですか時計とか違うんですね。携帯じゃなくても完全にストップウォッチに持ってるね。あの黒いもう最近野球の監督がもう手にしてるやつで、ね、あれ持って。説教される時入ったっておっしゃってくださいね。入りました。入った。はい。用意用意。はい。こっち側から言いますんで、それで説教始めてください。用意。主導権を持つな本当に。面白いですよね。素晴らしいですよね。いいですね。はい。じゃあ菊池っぽいですね。あら。うん。ちょっと滑りましょうか。え滑り。滑りましょうか。いや、回答例でいいんで、滑りましょうかはいいんですよ。はい。行きましょう。上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。クリンチの体勢を取りながら話を聞く。わかります?クリンチの体勢。近い近い。近い近い。ボクシングでクリンチ。近い。離れろ、お前。はい、そうですね。やめろ。はい、はい。やめろ、お前。はい、はい、はい。近いからね。想像したらおもろいな。想像したらおもろいな。あ、本当ですか?あ、そう、だんだん近づいてくる。本当ですか?はい、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 はい。クリンチ、違う。だんだん近寄ってクリンチすんな、お前は。ほんまに。な、しない方がいいですよね。うん、しちゃダメとかじゃなくて、しない方がいいやつです。だってこれもちょっとしない方がいいなと思いますよ。やらない方がいいですからね。はい。上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。死んだふり。やらない方がいいだろうな。あんまり良くないよね。うん、なっちゃう。もう分かりやすくね。はい、お前ほんまいい加減なんすよ。ベタな。心臓が。心配されちゃうこともあるんでね。一応これやめときましょうね。そうですね。はい。皆さんも菊池さんの回答を参考にして、ぜひまだまだお寄せください。面白いです、きっと。はい。受付メールアドレスは、おかし@joqr.net です。懸命に大喜利と記載してお送りください。すいません、ちょっと柴田さん気になったんですよ。はい。さらっと菊池のことをキックというのやめてもらいますか、本当に。もう一人、キックがいますから、芸人キックがややこしいのもいますんで、はい、あまりちょっとキックというの、ほんで、キックっぽくないし、菊池はどう考えても、そうなんですよね、あの風貌、はいはいはい、すみません、やめましょうかね、キックはね、じゃあね、はい、菊池でお願いします。はい、では、今日のメールテーマいきましょうか、いいでしょう、タイミング悪いなですね、板橋区のラジオネーム、カトパンよりカナパンさんからです。昔彼女と家でいい感じになっていた時に、うん、悪友がピンポンの連打、うん、出てみると段ボールいっぱいのエロビデオ、え、彼女が怒って帰ってしまいました。タイミング悪すぎ。でも悪すぎってそれ頼んでたやつなのかな。え、いやいやいや。おお、でもどうなんですかね。友達が、うん、友達でしょ。段ボール昔ような見て、あとみんな回ってきたやん、エロビデオ懐かしい響きやけどな。はいはいはい、はい、回ってくんのよ。でもそれさ、別にただ友達がただこれ見ろよとかって言って持ってきただけだって、別に彼女そんなに怒んなくてもよくない？ああ、そこや。これ難しいとこやで、これなかなか問題提起したで、これは。まあ、ついちゃんわかんないけど、彼氏の家にさ、わかんない、友達がエロビデオいっぱい持ってきたとして。うん、別に怒んないよね。え、何これみたいな。こんなにみたいな、むしろ。何それみたいなぐらいだよね。いやー、どうなのその種類というかね、題名みたいな。いや私と全然違うやみたいな、私と違うやみたいな、いや全然違うやみたいな、いや分かれへんよ、それは分かる、想像の範囲で、見た目がすごくギャルな方々みたいなのの作品がいっぱい並んでたら、松井ちゃんと全然違うじゃんみたいな、そうそうそう、かも分からん、何求めてんだよこいつじゃねえけど、そうそう、ちょっと彼女がちょっとその段ボール見せなさい、あなたみたいな、一作品一作品、はいはい、違うな私とみたいななったかも分からない。それはね、塾女の方々とかね、ちょっと待ってみたいな、どういう目線で私のこと見てるわけみたいな、なるほど、22なんだけど私みたいな。いや、だからそういういろいろありますからね、これ分かるし、ね、これ分かりません、ね、これはもう本当に、ね、そういう種類ですね、はいはい、失礼した、うん、続いて埼玉県のラジオネームメタラーユさんからです。神さんと映画館で映画を見ていると、うん、主人公に悪役が殺されるシーンで、あ、そうそう、
あなたの生命保険の受け取り額変更したからと。サミさん、おいおい、事後報告。映画で死人が出たので思い出したのでしょうが、なんで今なんだろう。タイミングが悪いし生々しすぎる。っていうか変更する前に相談しろ。ということでした。えらいタイミング悪いな、ね、ほんまにな。ちょっと映画中でね、はい、はい、殺されたシーンっていうことですね。はい、続きまして、うん、東京都のラジオネーム生姜のつみれ汁野沢菜さんからです。おい。友達の結婚式に行った時の話です、うん、その日は友人の両親の他にも友人の親友が来ていまして、うんうん、とってもにぎわっていました、うん、なるほど。新婦、うん、私の友達の挨拶では、うん、私や会場が涙に包まれるほど、うん、とっても感動的な挨拶で、うん、司会の方さえも涙で司会が中断してしまうほどでした、素敵ですね、しかしその後の親友挨拶で新婦の親友の方が一言、うん、この〇〇さん、新婦のことですね、うん、実は僕も好きだったんです。はん、会場全体がしらけました、うん、いや、しらけるよね、それ。今言うタイミングじゃないでしょう、うん、会場のみんながそう思っていたと思います。いや、そうだね、せめて二次会、まあ、二次会でもどうかな、そんな素敵な式で、ねね、両親も来てる時に、うん、いや、だからその本人としてはなんかその思いがあったんでしょうね、まだまだ諦めれない、そういうのがあったんちゃう、いや、でも結婚式ってやっぱ緊張感まあまああるんですよ。いや、僕も何ボケか行きましたけど、一応当然ね、当然、はいはいはい、でもやっぱそんなに受けないですよね。受けないですよ。たまに我々が授かりますのお祝い VTR、うんうんうん、絶対受けてないと思います。そうですか。もう私の本当、こちらでちょっと一言お祝いの言葉言わせていただきます。これだけですから、絶対受けてないと思ってた。いやいや、本当に一言だななんつって笑って、そのツッコミもないですからね。誰でもその気の利いたツッコミないですから。受けない。受けないですね。はい。文化放送岡島12時台も引き続きお付き合いください。文化放送が正午をお知らせします。で、幸せな結末でした。借金でお困りですか？永田事務所の無料相談をご利用ください。急に仕事が減った方、ご高齢の方、生活保護受給中の方、法的救済制度の利用で借金を減額免除できる可能性があります。法テラスが利用できる場合もあります。借金過払い金の無料相談は永田事務所へ。東京司法書士会所属、司法書士法人永田事務所は、0120-77-9674。0120-77-9674。77の苦労なし。毎度岩本勤です。今度の毎度スポーツはパリーグ頂上決戦を徹底分析。ガンちゃんがクライマックスシリーズファイナルステージを全力解説。生パリーグ情報を略して。生パならぬファーマッパ。さらに日本シリーズの展望も月曜夕方5時45分からは。マイドスポーツ。ガールズガールズです。この日限りのスペシャルイベントが決定しました。文化放送プレゼンツガールズガールズとラッキーラッキー秘密のハロウィンパーティー2022、10月29日土曜日、日比谷野外大音楽堂にて開催。詳しくはガールズガールズの公式サイトまで。会場でお待ちしてます。増田岡田、岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣の文化放送おかしば。岡田さん、柴田さん、今年8月この番組に JA 全農長野さんからリンゴの差し入れ届いたの覚えてます？覚えてる。めちゃめちゃうまかった。いわゆるまあ夏リンゴやろあれ、うん、はいはい、美味しかったやつや。シナノリップですよね。そうです。だそういうブランド名やったなあれ、はい、ね、風回りが本当に鮮やかだったよね。そうでしたよ ね、 ね、うん、美味しかった。美味しかったですよね、うんうん、長野県のリンゴって夏から始まるんですけれど、うんうんうん、季節は秋に入って自慢の美味しいリンゴシーズンの最盛期に入っております。改めてね、そうやな、リンゴと言ったら今からや、はい、うんうん、今日は JA 全農長野の中野里奈さんとお電話がつながっておりますので、うん、はいはい、詳しくお話伺いましょう。はいはい、中野さん、こんにちは。こんにちは、お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
今日もいろいろとお話伺っていきましょうね。いや前回本当ナッツリンゴめちゃめちゃ美味しかったもんあれ。ねえ本当綺麗で。ありがとうございます。はい。今日は長野県で収穫される秋のリンゴ、こちら紹介いただけるということですけれども、うん、何という品種でしょうか。はい、今回ですね紹介させていただくのは実は3品種ございます。すべてですね長野県のオリジナル品種で、うん、はい、リンゴ三兄弟と呼ばれている団子三兄弟ならぬリンゴ三兄弟、はい、いいですねリンゴ三兄弟、秋葉えシナノスイート、シナノゴールドについてお話しさせていただきたいと思います。いや、3兄弟の長男だけ感じやん。これどうなってんのこれ、うん、秋映えってすごい。他はカタカナのようになこれ。そうなんです、うん、はい、いろんな品種ありますけれども意味があるんでしょうかね、それにまた、はい、うわうわ。これも11月に見かける富士とかよりも少し早いリンゴたちですよね。そうなんです、はい、9月下旬から11月下旬にかけて最盛期を迎える長野県で人気のリンゴたちなんです、はいはい、実は長野県の地元の人たちは、うん、富士よりも三兄弟が好きっていう人も実は多くてですね、はい、すごく人気です、うん、でそれぞれ収穫時期が少しずつ異なりまして、うん、長男の秋映え、次男のシナノスイート、三男のシナノゴールドという順番に出荷がされているんです。なるほどね。ではでは順番に紹介をお願いいたします。はい、まず長男の秋映え、秋に映えると書いて秋映えです。ね、秋映え。はい。でこちらですね、津軽とちあきの交配品種で、9月下旬から10月下旬が出荷時期のリンゴです。はい。なのでちょっともうそろそろっていうところですね。今いいですよね。でもちょうどねいいところです、うん、はい、一番の特徴はですね色です。一度、うんうん、見たら忘れられない少し黒みを帯びた濃い赤色のリンゴで唯一無二の、うん、濃い赤色な、はいはいはい、濃い目の赤色な、うん、はい、そうなんです。でですね食べると歯切れのいいですね程よい硬さと芳醇な香りが楽しめまして、うん、はい、酸味と甘みのバランスがいい濃厚な味わいとなっています、うんうん、長野県民リンゴがとてもとても好きなんですけれども、はい、この長野県民うならせるほどの評判になっています、はい、もう食べてますね柴田さんが先ほどから説明の奥でね説明の奥でもうボリ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 ちょっといい加減にしなさい。いや分かるけどやね長男の秋葉えくんのなこの説明してんのよその奥で ね歯切れのいい程よい硬さボリボリといやタイミング良かったけどやさ、シャクシャク感がリンゴのあのねシャクシャク感すんごい美味しいのよ。シャクシャク感スタジオにございますのはシナノスイートですね。次男になります。次男ですか。ややこしいな、はい、次男妨害な。ぜひ次男の紹介もお願いします。ちょっと次男食べちゃった。次男食べたのね今。次男を食べてるの。次男紹介して美味しい。そうですよ、そうなんです、うん、シナノスイートはですね美味しい次男なんですけど、うん、富士と津軽の後輩品種で、うん、10月上旬から11月上旬の出荷時期なので、うん、今ですねちょうどピークですので出荷の、うん、本日スタジオにお持ちしたっていうところです。なるほど。その名前の通りですね甘みがとても強くですね老若男女に親しまれる味わいになってますね。また食感もすごくいいですよね。そうなんですよ、フレッシュな。ねえ、ほんとマイク拾うほどいい音で、はい、噛み応えあるんだけどシュッとこの中入っていっちゃうんだよ、ほんとすごく美味しい。うまい。ありがとうございます。ではでは最後の三男、はい、ぜひ紹介お願いします。はい、最後はですね三男のシナノゴールド、うんうん、黄色い色が印象的なリンゴになっています、はい、こちらはですね10月中旬ちょうどこれくらいの時期ですね、うん、から12月下旬が出荷時期ですので皆さん長く楽しんでいただけるっていうところになっています。はい、果実の特徴はですね、ま、黄色いリンゴなんですけれども、うん、パキッと引き締まった食感で、うん、爽やかな甘さが堪能できます、はい、シナノスイートは甘いんですけれども、うんうん、ただ甘いだけではなくですね、うん、ゴールドの方は爽やかな酸味が、うん、より一層何ですかリンゴの美味しさを引き立ててくださっていますので、甘み旨みね、こちらもおすすめです、うん
ぜひぜひもうちょっと待っていただいて、はい、はい、まあ、これ長男にするか、うん、はい、次男にするか三男にするか、はい、これも好みのところがあるでしょうね、だいぶね、迷うな、これ迷うな、そうですね、時期が違うから、でもそれぞれ楽しんでほしいですよね、いや、そうですね、本当に皆さん、うん、全部試していただければ本当に一番いいのかなと思います。はい、JA 長野県グループさんではこう出荷にもこだわりがあるんですよね。はい、リンゴはですね、長持ちさせるために早採りをする人たちもいるんですけれども、うん、JA 全農長野のリンゴはですね、早採りせずギリギリまで木にならせますので、うん、一番おいしい旬の時期にですね、皆さんに食べていただけるんです。なるほど。はい、なので JA 全農の生産者の皆さんは本当に旬の時期に出荷作業をものすごく頑張りますので、うん、はい、JA の厳しい出荷基準を超えて出荷してますので、皆さんぜひですね、その長野県のリンゴ見かけましたらぜひ手に取っていただきたいなと思います。はい、ぜひぜひ皆さんも召し上がっていただきたいですし、はいはい、本当にスタジオにも JA 全農長野さんからリンゴありがとうございます。届いていただきますよ、ぜひですね、はい、はい、こちらシナノスイートになっておりますので、その甘さもう一度ですね、もう一度ほんまはここで食べんねん、タイミングは、ここで食べるタイミングがな、せっかく中野さんがぜひ召し上がってくださいみたいな一振りがあっての食べんたかねが奥でボリボリ食べるからやな、中野さんもちょっと焦って、こう説明しながらも、うわ柴田さんもう食べてるやん、完全に結婚して浮かれとるやん、こんなみたいな、浮かれてるからじゃないから、違う浮かれてる、離婚になっちゃったわけじゃない、このアホ離婚してしまえみたいな思ってんねん、もうやめてよ、別れろ別れろ思ってんねん、別れろ別れろ思わないで、中野さん本当にほんまいや先に食べといていつでも感想言えるにしとこうかなと思って美味しくなっちゃってまあ確かにな、目の前で見るとやっぱ食べたなるわ、手が止まんなくなっちゃってすいません、確かに確かに、いやそれほど甘くて美味しい、はい、うん、酸味よりこう甘みを楽しめる感じですよね、このシナノスイートに関して、それぞれ美味しい特徴があってどれも美味しい、うん、美味しい、はい、美味しいリンゴですよ、はい、これ本当にね、柴田君、はい、ほんま結婚してね一人浮かれて食べてるけど、はい、我々リスナーね、はじめみんなブーブー言うてるよ、うん、ほんまに結婚したから一人浮かれて食いやがって、ね、食べましたじゃあ今回リスナーさんの分も用意いたしましょう。いや偉そうに言うな。はい。偉そうに言うな、なんかポケットマネー出してポケットマネー出してなんか買い取ったみたいな言い方すな。私は出しませんけども今回プレゼントいたしましょう。最低やな言い方が。ちゃんと中野さんに頼め頼め。中野さんいいですよね。いいです。ありがとうございます。はい、ということでこの長野県産のリンゴシナノスイート5キロです、うん、うわ5キロ、はい、5キロも5キロ抽選で2名の方にプレゼントいたします。いやすごい、これ食べてほしい、はい、応募はメールです。件名にカタカナでシナノスイートと書いていただきまして、うん、本文に住所お名前電話番号をご記入の上、お菓子アットマーク joqr.net までお送りください。当選した方へは JA 全農長野さんより直接お届けいたします。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。今回は JA 全農長野の中野里奈さんから長野県のリンゴ3兄弟秋葉えシナノスイート、うんうん、シナノゴールドについて教えていただきました。中野さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、はい、長谷園レンジのすすめ出川さんちの肉豆腐はレンジでガチ簡単、豆腐を入れてレンジで5分肉豆腐の出来上がり、うん、プルプルの豆腐が最高。長谷園レンジのすすめ松田岡田岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣の文化放送おかしば。放送作家の鈴木治です。文化放送アナウンサー坂口亜美です。平日朝8時からのお隣さん、来週はお隣さん新米お裾分けウィーク。毎日5名の方にスタッフの実家で採れた宮城県産の新米一目惚れ3キロをプレゼントします。そしてオサムレコーザ米米クラブ特集。恋はこりごり氷川きよしコンサートツアー2022 12月1日習志野文化ホールで昼夜2回公演、チケット好評発売中。お問い合わせはベルワールドミュージック 03-3222-7982。 氷川きよしです。
あなたの街に歌いに行きます。関西出身のお笑いコンビランランの桃と大国うららにございます。文化放送命燃やして焼け野原にしますぜ。焼け野原ちょれお花畑にしないと桃ちゃん。10月20日木曜日19時45分から放送のランランの何者、聞かない人はちょめ。続いてリープがお送りする文化放送ニュースです。報道部から鈴木純子アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。アメリカのバイデン政権は14日ロシアの侵攻を受けるウクライナに対しおよそ7億2500万ドル日本円でおよそ1078億円規模の追加軍事支援を発表しました。高機動ロケット砲システムハイマース用の追加砲弾や155ミリ榴弾砲の弾薬などが含まれています。ブリンケン国務長官は声明でアメリカは自由と独立を守るウクライナの人々に寄り添い続けるとしました。ロンドンの美術館ナショナルギャラリーで14日展示中のゴッホの絵画ひまわりに環境活動家2人がトマトスープとみられる液体をかける騒ぎがあり、ロンドン警視庁は20代の2人を器物損壊などの疑いで逮捕しました。絵画はガラスで覆われていて損傷はありませんでしたが、絵画のフレームが傷ついたということです。イギリスのテレビなどによりますと、石油の利用をやめるよう訴える T シャツを着た女性2人が壁にかかった絵画に近づき、それぞれが手に持っていたトマトスープの缶から液体をかけ、このうち1人が芸術と命どっちが大事だと叫んだということです。プロ野球の阪神球団が藤浪晋太郎投手のポスティングシステムによるメジャーリーグ挑戦を容認する方針を固めたことが関係者の話で分かりました。近く話し合いの場を設けて結論を出すとみられます。プロ10年目の藤浪投手は先月メジャー挑戦の希望を表明し、球団には昨シーズンオフに意思を伝えていたということです。海外フリーエージェント権の資格を取る前の挑戦となるため、移籍にはポスティングシステムの利用が前提となります。文化放送ニュースでした。報道部から鈴木純子アナウンサーでした。埼玉で理想の住まい探しならリープ、土地分譲をメインに新築から中古住宅の仲介まで独自のネットワークでより早く未公開情報をお届けします。埼玉県を中心に不動産ならリープにお任せください。上尾、埼玉、越谷に加え新たに桶川に新店舗オープン。増田岡田、岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣の文化放送おかしば。文化放送 FM916 AM1134 おかしばをお送りしています。この後は北関東のど真ん中、栃木の魅力を紹介します。栃木ワオ、このコーナーは那須動物王国、那須サファリパーク、ホテルエピナーレ那須がお送りします。大変な田んぼの水管理、ファーモが解決します。離れていてもスマホ一つで水位が分かり給水もできます。いつでもどこでも農場管理、スマート農業ファーモ。食は私たちの健康に欠かせないもの。私たち東京フードの使命は安心安全な食を皆さんの食卓に届けること。もちろん美味しさもちゃんとお届けします。栃木から世界に羽ばたけ、東京フード。那須動物王国公式 YouTube チャンネルで公開中のミュージックビデオ、スナネコの歌が再生回数100万回を突破。大好評、アムールトラの躍動感と迫力を間近で観察できる新エリア、シベリアンテリトリー。ときめきと感動を、那須動物王国。増田岡田、岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣の文化放送おかしば。栃木うわお。この
時間栃木の魅力を発掘してその魅力をお伝えしていくコーナーです。今日のゲストです、株式会社ファーモ代表取締役社長の永井宏さんです。こんにちは、よろしくお願いします。どうも社長、お願いします。よろしくお願いします。はいはい、今日の話題なんですけれども、うん、永井さん、まあ、ファーモといえば新商品開発したり農家さんでしたり、ね、はい、困ってる方の相談乗ったりと忙しくされていらっしゃいます、ね、このコーナーでもね、うん、いろいろ発表されてね、はい、教えていただいてますけれども、はい、うん、驚きの開発が多いですよね。そうなんですよね、皆さん助けられてにもかかわらず、うん、いつも穏やかでニコニコされている印象です、うん、確かに、うん、はい、うん、なのでその永井さん、永井社長が普段どんな方なのかというのをですね、ファーモの社員さんにご協力をいただきまして、はい、永井社長に関するアンケートにお答えいただきました。そうなんですよ、はい、何を勝手にやってんのやいやいや、ちょっとやばい、ドキドキしてる、ね、永井社長は永井社長は多分大丈夫でしょう。あのイモラティの社長は怪しいですけどね正道先生は危ない、はい、あれは怪しいですけど永井社長はもう、 もう大丈夫でしょ。確かに怪しいですね、あれはあれはよまりですね。いや、はい、社長は大丈夫ですよ。社員の方からも全幅の信頼を得てるような感じしますけどね。どうなんですか、ご自身ではその社員さんとの絡みというか、はい、社員さんにどんな風に見られてるだろうなみたいなって。あ、ご自身からね、うん、はい。あんま考えたことないですね。まあ普段接してる通りなのかなと思って疑いなく接してるけど、何言われるか分かんないですね。なるほどね。あ、厳しく言ったりすることもあるんですか。 ありますよ、結構。あらね、あら、そうですか。仕事ですからね。そうですよね。まあ、もやかしてはいや、まあ確かにね。そうですね。結構、例えば仕事の話以外で、まあ、うん、まあ最近はね、なかなかプライバシーの問題もあって、フランクにね、うん、いろんな話はしないと思うんですけど、うん、でも、カジュアルなトークも当然社員さんとするんでしょ、社長。そう、うん、結構仕事のことばっかり言ってるかもしれない。やばい、これやばいな、これやばいな、やばいな、これはもっとコミュニケーション図りたいのにみたいな。いやいやいや、そうですね、社長は心開いてくれないみたいな、ちょっとやばいなこれは。あら、はい、ちょっと行きましょうか。じゃあ行きましょうか。行きましょう、行きましょう。まずファーモの永井社長第一印象、こちら伺いました、うんうん、はい、アンケートの回答の一部紹介いたしましょう、はい、これは基本あの社員さん匿名ですね、これは。あ、そうですね、そうですね、はい、はいはい、ベンチャーとかスタートアップの創業社長ってガツガツ前のめりな印象がありましたが、うん、勝手に思っていた印象とは違い、うん、冷静で丁寧で気遣いができて、確かに細やかな印象です。あら、いい印象じゃん。いいですね、いいじゃないですか。むしろ第一印象の方が良かったっていう形なのか。そうか、待ってください。そっから原点、原点方式で下がっていったら危ない。これ危ないな、これ社長危ないな、今日は。マイナスも。危ないな。こんな感じで思ってたのにみたいな。あるかもしれません。他にもちょっと第一印象。原点法だ、危ないな。柔らかくて優しい方だと思いました。うん、雰囲気ですね。あと、ノリが良くて明るい感じでした。そう、はい、うん。自然と出てくる言葉が人を気遣っている言葉が多かったですと。あと面接に行った時、うん、若い方だったので何歳なのかなと思った。社長若いですよね。長谷さんどいくつなんですか。今48位です、はい、じゃあ師匠よりやっぱ年下。いや俺よりも5つ6つ下。ちょっと待って、その落ち着き、落ち着きが全然違う。落ち着きが全然違うな。それを言うな、それを。本当にね、大概年下だけどみんな落ち着いとる。ほんまに。僕と1年しかかからないですもんね、しかも。そうですか。落ち着いてるわ、若いのにな。冷静でいらっしゃって。あと面接で初めてお会いした時、はい、本当にうちの会社で大丈夫って聞かれたので、自信ないのかなと思う。社長、これ言っちゃダメよ。どういうことですか？いや、これ、あの、少人数で本当に2、3人とかで、はい、古民家で、はい、で、この T シャツとかなんかジーパンで仕事してて、はいはいはい、で、相手がこう、スーツビシッと若い子が来て。ああ、そういうこと。なんか、初めてなんかこう、社員迎え入れる気持ちってなって、本当に大丈夫みたいな。いいのみたいな。大丈夫、待ってくださいよ、みたいな。僕が来たんですよ、大丈夫ですか。そうですよね。はい、っていう。いや、面接でビシッとスーツ着れられたら、ちょっとこっちひるむってどんな感じなの。そうですよね。
そうですね。っていう第一印象ですね。確かに第一印象はでもいいですよね。うんうん、そうですよね。いいですよね、はい。なんか本当に冷静で相手のなんかこう気を使ってる言葉が多いとか、うん、非常に嬉しいこれ、ね。まず社長どうですか第一印象、これ皆さんのこのアンケート聞いてみて。はい、あ、そうですね。なんか、うん、随分ハードル上げてくれたなって感じだったんですけど、本当嬉しいですね。そうですね。うん、うん、素敵ですね。はいはい。ただその、まあ、こっからでございますよね。うん、そうですよ。第一印象はいいんですよ。いいですいいです。そこから第一印象からギャップを感じたことは、はい、という質問を聞いてまいりました。ここはい、偉い質問やなこれ。まずですね、第一印象のままなので、うん、特に変わりありません。あ、あ、まだ印象通り。裏表ない方なので、うん、ギャップないです。ああ、いいじゃんいいじゃん。最初の頃から根っこの部分が変わっていないのでギャップ感じていません。ああ、いいご意見ですね。根っこの部分はね。という一方で。ほら来た、ほらあるじゃん。ちょっと待ってください。あるでしょ。ないわけないんだよ。あるでしょ、うん、ふんわりした印象なのに、うん、せっかちで意志が強い。社長意外にせっかち。せっかちですね。え、印象ないです。はい、これ進めようよとか、これやってよとかっていう形になる。うん、そう、どんどん先いろいろやりたくなっちゃう。ああ、夢追い人ですからね、社長は。そういうこと、そういうこと。ただ単のせっかちちゃうねんな、ちゃんと前へ進んでいこうという。なるほど。その部分で意志が強い、これはいいことですよね。いいですよね。はい、全然減点ちゃう、大丈夫や、大丈夫、大丈夫、社長。あと普段話しているときは穏やかだけど、うん、仕事が始まるとキュッとするので、うん、当たり前ですが緩急がきちんとしている瞬間にギャップを感じました。あ、やっぱ仕事に入ると、あ、はいはい、別にでも悪い印象じゃないですか、ね、全然いいやんな、むしろその方がいいですよね、仕事の時だけきちっとしてくれてるみたいなね、はいはいはい、あと人情味はあるのですがビジネス的な判断をするときは冷静です、うん、おー、普段冷静っていう言い方してるけど、まあね、冷たかったりするやめてもらって、ちょっといい社長、そんなことは冷静社長バサッといくこともあるんですか、いやそんなことね、本当冷静沈着や、冷静沈着、社長、はいはいはいね、で普段お人よしな感じですが、ほらほら、ここぞという時はしっかり判断するタイプなのかと思います。仕事もプライベートも人柄的にはほとんど変わらないのもギャップの一つですと。あ、いや、いい、うん、いいギャップですよね。ここが減点法やいう話やな、社長、よかったよ、ね、よかったですね、ほっとしました、ほっとしました、よかったです。そうですね、はい、もうちょっといろいろあったんですけどね、こちらで精査させていただいてもらって、嘘つけよ社長、やめろ、こちらで精査やれよ、ほんとにこれが全てや、これが全て、これが全てや、ほんとね、社長申し訳ないです、ほんとに。そうですね、で続いていきましょうか。本人は気づいていないファーも永井社長の癖、うん、こちら社員の方に伺いました、うん、まず考えるとき、うん、上の方を見上げるところ、うんうんうん、あ、悩んでいると思うけど外に出て上を見ているところ、うん、あ、なるほどね、なんそんなあるんですか、なんかそういうの、なんか、ね、なんか見上げちゃうんですか、いろいろ脳みその中で 2,3 人出てきて、うん、それがこう会話を始めていくうちにどんどん、リトル長井が、リトル長井が出てくる、リトル長井、リトルミドルビッグ長井、この3つが長井三兄弟が、長井三兄弟が出てくる、兄弟、面白いな。あえて自分の考えをあえて俯瞰でなんか考えたりするんや。ちょっとね、そうですね。ああ、なるほど。戦ってますね。ああ、多分あるんじゃないですか。僕らですか。いやいや、僕らだって一個しか思いつかないですから。リアル秀次がそのまま発するだけですから。いや、だから社長は違うのよ。いろんな角度で物事を考えてんね。ねえ、ね、素晴らしい。はい。あと気になるのは寝癖ですと。うん、寝癖、いいですね、はい、メディアの出演の時も髪の毛がちょっと立ってる時あります。今日はでも大丈夫ですよね、うん、ちゃんと。その寝癖がいいね。あの将棋の羽生さんもそうやからな、寝癖がある方が天才肌や、はいはいはい、うん、ですね、寝癖がある方がええねん、はい、ということで、あとペットボトルの飲み残し多いですとか、はい、飲みきれないですありますよね、はい、など飲みきれない社長なんかね、気づけば 2,3 本なんか中途半端に同じの買ってたりしてせっかちだから、もうすぐ飲んだらもう続きのやつ次のやつみたいになっちゃう、いろいろ思っちゃうってことですよね、はい、はい、ではですね、ちょっとここで岡田さんと柴田さん、うん、はい、クイズということで、クイズ、はい、参りましょうか、うん、どうぞ。クイズ、永井社長クイズ、永井社長クイズです、うん、今回のアンケートで、うん、ファーモの社員さんに、はい、永井社長を動物に例えると、うん、という質問をしたところ、うん、社員さんは、
何と答えたでしょうか。どこでも今までのアンケート、はい、まず私でいいですか、はいはい、今までのアンケート総合しますと、はい、怠け者でいいですか。怠け者確かに確かに、いや俺も怠け者って言うことしたやめろ、おい柴田君今までの流れ一人がボケたら一人は突っ込まんかったちゃう二人ともいじり出したらもうあかん、怒られる。いやでもライオンとかじゃないですか。あ、なんか動物園とか見に行ってもいつも寝ててオスライオンのんびりしてるイメージあるけど、オスライオンか、はい、いざ戦いになったらやっぱりキュッとしますから。おー、ライオンっていうのはあるんじゃない、やっぱキングだから、だって会社のキングでライオンですか、うん、はい。え、岡田さんは一歩怠け者ということで、それ理由は何ですか。いや、まあ、マジで答えたらどうだろうな。俺は、ちょっとクレバーな、うん、ちょっと頭のいい動物。な、いろいろおるやん。はい、何ある？柴田君、ちょっと頭のいい。チンパンジー。はいはい。チンパンジーちゃうな。チンパンジーじゃないな。鋭い眼光、こう空を見上げてるということは、鳥や。ワシ、ワシ。ワシ。おー、なるほど。いいですか、もう。はい。はい、どうぞ。ではですね、正解というか社員さんの回答いきましょうか。あ、お願いします。複数の動物、複数だったらさ、もう問題にしちゃダメよ答えが複数だったらもう問題にしちゃダメだって一個のやつにしないと、ま、そうですね、どこでクイズにしてんのよ。まず見た目から、はい、インコ。え、インコ、あれ、インコか、もうちょっとあれですか、どの辺だよ、見た目インコ、うん、あとはミーアキャット、うん、ミーアキャット、うん、知ってんのかな、ミーアキャット。あら、来た。やばい、これやばいわ、これ動物クイズやったら、やっぱちょっと柴田くんがちょっと牙出すね、これは。ミーアキャットの本来の習性知ってんのかいう話やな、これ。そうですか。かなりま社会性があってね。はい。あの、ミーアキャットっていうのは。はい。あ、よな、あれ、キョロキョロしてるやん、あれ。そうです、そうです。それで、ま、あの、一頭のオスと一頭のメスだけがつがいで繁殖活動して、あとは何もしないんですね。うん、いや、すいません。あの、ミーアキャットの習性じゃないのよ、ここ。長い社長の話を主にしてほしいのよ。そんなミーアキャットの深く掘らんでええのよ。すいません。ごめんなさい、ごめんなさい。そうですね。はいはいはい、あと、犬。犬ね。人懐っこいとか。イルカ。人を引きつける魅力があります。あと、象。象、うん。動きは遅いですが、しっかり捉えていく。そう、大変だけどね、実はね。厳しいな。実はね、いや、だからその修正はいいのよ。いや、本来の象の修正はいいのよ、それ。まあ、トータル社員さんの回答を皆さんいただいたんですけど、はい、結果我々、ちょっとピンと来てないというのが、ちょっとすいません。ちょっとピンと来てないのがちょっと実情で。でも、こういうふうにいろんな意見があるわけやな。まあ、そうですね。はい。いろいろとね、来ていただいて。いろんな見られ方してるってことですよね。うん、そうですよね。プラス、社長にもいろんな面があるいうことやな。うん、あ、なるほど、うんうん。ですね。はい。ありがとうございます。いろいろと社員さんの方もアンケート寄せていただきました。なんか気をつけてることとかあるんですか？社員の皆さんと接する上で。特に気をつけてるってこと。そんなないかな、なんか普通に接してるこもそのまま、そのまま接してれば何も考えないし、何も気をつけない自然な感じや自然な感じで自然体でね、気取らず自然体で接してるわけです、ね、あと社長やっぱりこれね、はい、今日も当然社員の皆さん聞いてますから、うんうん、何かね社員さんに、まあ、面と向かってね普段言えないことでもなんか皆さんにこうメッセージ、そういうのこれからファーモのね、未来を、うん、行く末のある意味こうメッセージを社員の皆さんにちょっと一言いいですか。お願いしますよ。ああ、そうですね。本当、うん、いつも本当にありがとうございますって感じですね。うん、結構本当ルーズだったり、はい、ズボラだったりするんで、はい、まあ散らかしながら結構事業やってるんですけど、はい、まあみんなせっせとこう一生懸命、はい、あの力を合わせてこう解決しててくれるんで、はい、まあ本当感謝ですね。うん、あと、まあ、さらに、まあ、もっと頑張れっていうの。何ビリッとされてるの？あなたが散らかしてるの？社長。いいですね。ちょっと緩急をね。緩急大事ですね。はい。はい、IoT を活用しまして農業支援に取り組んでいるファーモさんです。詳しくは株式会社ファーモの公式ウェブサイトご覧ください、はい、エンジニア、デザイナー、経験者募集中ということで、お願いします。農家さんと共に一緒に働きたいという方、うん、ぜひお問い合わせください、はい、面接はスーツで行かないようにしてくださいね。社長がちょっとひるむんでね、はい、楽な格好で、はい、お願いします。今日は株式会社ファーモ代表取締役社長の永井博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
今週の栃木ワオでした。那須サファリパークから東京都民の皆さんに嬉しいお知らせ。10月1日から31日の1ヶ月間、東京都民の方はライオンバス無料キャンペーン実施中。東京都民の方とご一緒なら他県のお客様も対象になります。那須サファリパーク。四季を感じる大自然に佇む那須高原のリゾートホテル。広い温泉、一年中遊べる温水プール、地元食材をふんだんに使ったレストランも充実。小さなお子様も大歓迎。首都圏から直行バスも運行。ホテルエピナール那須。いろんなお店の餃子を一度に食べ比べしたい、そんな夢を叶えるのが宇都宮餃子のテーマパーク、キラッセ本店。宇都宮餃子会に加盟する30店舗以上の餃子を食べ比べすることができます。餃子グッズや冷凍餃子も販売中。宇都宮に来たらキラッセ、キラッセ。増田岡田、岡田圭佑とアンタッチャブル柴田秀嗣の文化放送おかしば。栃木ワオ、このコーナーは宇都宮餃子会、ファーモ、東京フードがお送りしました。増田岡田、岡田圭佑とアンタッチャブル柴田秀嗣の文化放送おかしば。着物をお持ちの皆さん、その着物売れるんですよ。出張買取のバイセルなら、タンスに眠っていた着物8点、帯8点で26万2000円になった方もいらっしゃるんです。あなたも無料の出張査定を受けてみませんか？はい、着物出張買取のバイセルです。あの、着物を買い取ってくれるって聞いたんだけど。はい、バイセルではお客様の着物を高く買い取ります。少ないけど大丈夫？大丈夫です。1点からでもお受けいたします。うちに来てもらうとお金かかるんでしょ？いいえ、出張料も査定料もすべて無料です。キャンセル料もかかりません。なら頼もうかしら。あなたの着物も高く売れるかもしれません。シミやシワがあっても大丈夫。一度無料出張査定してみませんか？ご予約はお電話1本 0120-697-495-697-495。 着物出張買取のバイセル。上地雄馬のワンダーユーマン、毎週月曜日夜9時30分から放送中です。おすすめの映画や本の紹介、ゲストをお招きするスナックユーマなど、ワンダーな夜のひとときをお届けします。今さん、最近あったワンダーのことは？プロはすごい。ちょっとそれどういうことですか？上地雄馬のワンダーユーマンは月曜夜9時30分から。おかしば。文化放送、文化放送、文化放送おかしば。おまんじゅうが出てきたとき、箱の方が気になるのコーナーイエイ。おかしば大喜利、改めまして、おまんじゅうが出てきたとき箱の方が気になるのコーナーです。はい、うん、先週のお題、さてはこの人江戸時代からタイムスリップしてきたな、どうしてそう思った、で柴田さんが出した回答をコーナー名にしています。いや、これ柴田さんがね、大喜利でね、これやった時、私やっぱりツッコミとして本当まだまだ勉強不足だな。もう1分弱何の意味かわからなかったです、本当に。すみません。そんなに分からなかったですか？1分、あー、箱の、あー、ちょっと1分弱空白の時間がありました。すいません。めっちゃ長かったですね。はい、すいません。はい。今回のお題ですけれども、上司から説教を受けている時、なるべくやらない方がいいこと教えてくださいですね。はい。ポイントはこのなるべくっていうところがこれポイントなんです、実はね。なるべく。そうや。な、はい、そうや、絶対じゃなくなるべくという、ちょっとこのあたりの、みんな結構本当にやっちゃいけないやつ結構来るんですよ。なるべくぐらいの、これもそうかそうか、うん、ニュアンスとしてはなるべく言うのが面白いとこやねんな。そうなんですよね。うん、はい、でこれはまあお手本的なやつとして一つ読んでみましょうかね。お願いします、うん、はい、ラジオネームクリームパン隊長。上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。スタンハンセンのウィーウィー、いやいやいや、それ返事かお前、ちゃんと聞いてるかお前は。ウィー、いやウィーじゃないお前、ちゃんと話聞け、人の話お前は。いやウィーじゃないお前は。これ絶対やらない方がいいですね、これは。そう、これだからこれ絶対よりです、こっち。これ絶対より、なるべくが欲しいんですね。だからなるべくっていうのはこういうことなのかなっていうのはこれですね。はい、ラジオネームコーンスネーク。上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。
上司のほくろを線でつないでどうにかオリオン座を作ろうとする。うーん、難しい顔してんだけど。頭の中でね。あそこないな。頭の中。お前なんか目がなんか目線がうろうろしてるな。なんか。いや社長ちゃんとこっち見て言ってください。社長こっち見て。いや、こっち見てるよ。こっち見て言ってください。いや見てるよ。いや無理かってなんだおい。ないか左側ないか。はい。いやなんだ左側かお前。なんか俺の顔ジロジロ見てなんだお前は。なるべくやらない方がいい。なるべく、いやバレてますね今のは完全に。バレてます。バレてますね。左向いてくださいバレてますね。えそれほくろですかシミですかみたいな。いよいよ聞き出すと危ないね。でこれもちょっとまあちょっとバレちゃうかな。ラジオネームちくわけん。上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。上司がドンと机を叩くタイミングで軽くジャンプ。はい、そうですね。そうですね。バレないようにね。びっくりしましたみたいなぐらいのリアクションでやるんだったら、もしかしたら大丈夫かも知れないというね。なるべくやらない方がいいですね。なるべくやらない方がいいですね。これいいですね。ラジオネーム、ハルーテイオニク。上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。わからないように徐々に顎をしゃくれさす。はい。ウェイになったの。はじめはいから最後ウェイになったな。ウェイになったな。はいから返事が最後ウェイになったな、おい。わかりましたって言ってさ。いや、どうしたお前。どうしたお前。ちょっと変わったな、お前。声変わってるな。え、いい加減にしろ、お前。これぐらいだったらもしかしたらバレないんじゃないかなというふうに思いますね。でもやっぱバレちゃうのが多いんですよね。いいですよ。これもさっきのちょっと似てるんですけども。はい、大丈夫ですよ。ラジオネーム、はい、ゲハルト・テカリーノ3世。上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。3回に一度イエスと返事をし、5回に一度は、あーはーという。これも絶対ダメ。絶対ダメ。一番初めにイエスで怒られるから。イエス。一番初めにイエス。いやいや、お前帰国子女か。いや、あはんじゃないだろ、お前は。完全日本生まれ、日本育ちだろ、お前は。ね、あはんって。はい。これもちょっと、これは分からないようにやれるかな。ラジオネーム、刈上げさん、うん。上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。3秒ごとにアホになる。いや、わかるわ。3秒ごとですかね。いや、結構頻繁やわ。はい、はい。やばいです。やろ、はい、本当に。やばいんです、結構これ。バレないようにするなかなか大変。いや、バレるわ。これバレるわ。バレちゃいますかね。これはどうなんでしょうね。うん、まあ、しない方がいいですけどね。バレないかな。はい、ラジオネーム、どんぐりこ。上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。歯医者の予約。ちょっと携帯でいいですか？携帯でいいですか？はい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 。ああダメか？もういけるか？何言ってんの？まあ、いや完全に聞いてないよな。いやいけるかなと思って。いけるかな？何やったお前？急に診察券出して裏側に電話番号調べて。いや社長の言ってることを、ああいけないかこの日。いやどういうことや。いけないかこの日じゃないの。人の話を聞けちゃんとお前は。なるべくバレないように。だ社長の言ってることをそのメモしてるかのようにだったら大丈夫かもしれない。これもなんとかバレないようにできるかな。バレないできるか。なるべくやらない。なるべくこれもやらない方がいいです。いやなるべくやらない。ラジオネーム、ハリマヤ新平。上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。たまごっちの世話。なんか持ってるな。お前なんか今持ってるな手に。いや、はい。いや。こんなこと出ちゃうんですよ、自分。いや緊張すると出ちゃうんですよ。いや。すいません。なんか俺、あ、
たまごっちそんな音出たか。わかんないけど。俺やったことないからわかんない。たまごっちそんな音出へんし。お前今なんかお前放送禁止用語でも言ったのかお前ピーが入ってるけど。いやいや緊張してると出ちゃうんですよこういう音すみません。いやだから何言った。ちょっと緊張しちゃってるんだよ。緊張いやなえ。音出ちゃうんですよ。いやこん出ちゃうんですよ。お前ぐっさやないねんけどお前。お前ぐっさいじゃないねんか、なんで途中にそんな入んねん、お前は。でもこだまあ、あとね、こういうのだからちょっと違うんだよっていう、これはね、これ菊池君系ですよっていう。菊池君系。ラジオネーム、嬉し涙、じゃじゃ丸、はい。上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。米を研ぐ。ダメじゃん。バレバレだから、これ全然ダメなのよ。何考えてるか分かんない。あとラジオネーム高山スピッツ。上司から説教を受けているとき、うん、なるべくやらない方がいいことを教えてください。アンバ、まあ、ないでしょ。ないでしょこんな。何考えてるの。ないから。アンバの器具ないんだ。あれ結構高いしな、アンバって、ね、なるべくだっつってんだから無理だからこういうのは。以上、以上ポイントなるべくだからね。はい、皆さんメッセージありがとうございました、はい、岡田賞エンディングで発表いたします。そして来週スペシャルウィークのお題です。来週は岡田さんによしなさいと言わせてください。なるほど。あ、いいじゃん。はい、よしなさい。はい、ぜひぜひ。広いね。お願いいたします。広いですよ。はい、お待ちしております。はい。おかしば大喜利でした。ロンドンブーツ1号2号田村敦史のニュースクラブ。1週間の気になるニュースは憲法学者の木村壮太さんと。ゲストコーナーはテレビ朝日アナウンサーの弘中彩香さんと。好きな女性アナウンサー3年連続1位弘中アナの半生初エッセイの話をお聞きします。田村敦史のニュースクラブは今日午後1時から。文化放送天気予報です。関東地方雲が多く沿岸部では雨の降るところがありそうです。ただ内陸を中心に日の差すところもあるでしょう。最高気温、東京都心や横浜など23度の予想で、昨日よりも3度ほど高くなりそうです。今、浜松町も日差し出てきましたね。ねえ、かなり明るいですよね。はい、そうですね。そうですよ、今日はね。そうですよね。明日は雲に覆われまして、ゆっくりと天気下り坂に向かいそうです。来週な、うん。はい、夜は次第に広い範囲で雨となるでしょう。はいはい、明日お帰りが遅い方は雨具をお持ちください。うん、そして明後日広く雨が降りそうです。そうですか。はい、文化放送天気予報でした。続いて千葉県トラック協会がお送りする文化放送交通情報です。日本道路交通情報センターの横瀬さん、お願いします。はい、東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリア付近を先頭に17キロと、大井松田と御殿場の間の右ルートがつぶらのトンネルを先頭に16キロ渋滞しています。なお左ルートは工事のため利用できません。中央道の下りは東京と神奈川の境の小仏トンネルを先頭に8キロの渋滞、圏央道は八王子ジャンクションを先頭に茅ヶ崎方面からの外回りが8キロ、反対の内回りは6キロ渋滞しています。首都高速道路の5号線の下りは西神田に故障車が止まっているため1キロの渋滞、この影響で都心環状線は竹橋ジャンクションを先頭に外回りが三宅坂ジャンクションまで2キロ、内回りは江戸橋ジャンクションを越えて6号線の箱崎ジャンクションまで3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。ありがとうございました。日本道路交通情報センター横瀬さんでした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の文化放送交通情報はロンドンブーツ1号2号田村敦史のニュースクラブの中で1時56分頃お伝えします。いつでも注文でき、すぐに届くネット通販。いつも品揃えを絶やさないコンビニ。そこには当たり前の日常を支えるドライバーがいます。ドライバーの労働環境の改善にご協力を。千葉県トラック協会。増田岡田、岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣のおかしば。ラジオは QR 文化放送 JOQ
消費者金融でお金を借りたことがある人は、実はお金を余分に返済している可能性があることが分かりました。余分に返済していても、返金される権利があっても教えてもらえません。あなたがいくら余分に返済しているか今すぐご確認ください。お電話無料、調査無料、初期費用無料。代表は法務大臣認定司法書士杉山和穂。ダメ元で電話してみたら100万円以上の現金が戻ってきた方もいらっしゃいます。 0120-316-571 316-571 316-571。 司法書士法人杉山事務所。増田岡田、岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣の岡芝文化放送。文化放送岡芝エンディングです。はい、この番組ラジコのタイムフリー機能でもう一度お聞きいただけるほか、ポッドキャスト QR でもお楽しみいただけます。うん、この後1時からはロンドンブーツ1号2号田村敦のニュースクラブお送りします。引き続き文化放送でお楽しみください。あ、よろしくお願いします。お願いします。そして本日正午頃ご紹介しましたリンゴのプレゼント、これ本当にええやん。はい、もう一度応募方法をお伝えいたします。お願いします。JA 全農長野からいただきました長野県産のリンゴシナノスイート5キロ、こちら抽選で、はい、2名の方にプレゼントいたします。ありがとうございます。応募はメールにて、カタカナに、件名にカタカナでシナノスイートとお書きいただきまして、うん、本文に住所、お名前、電話番号をご記入の上、お菓子アットマーク joqr.net までお送りください。当選した方へはJA 全農長野より直接お届けいたします。いいですね。はい、お待ってます。お願いします。はいはい。そして改めて来週スペシャルウィークのお知らせなんですけれども、スペシャルウィーク気合入ってますよ。はい、まず松竹芸能からゲストにアメリカザリガニさんをお迎えいたします。ザリガニまた本当に柳原が気合入って恐ろしいぐらい高い声、ね、騒ぎまくるんちゃう、またあの男は。で、ほんで横で平井がぼーっとしててな、ほんでね、なんしゃべれ平井お前はみたいな、また本当にコンビがギャーギャー言い出してマックスで来るでしょうね。楽しみ。マックス大丈夫かな本当に。実はこの先もう解散するんですよ。そんなんなってないよな、それだけ心配ないのよ。いや本当ですよね。オジンオズボンイップスがあるから俺一緒に頑張ろうねなんて言いながらね、言いながら心の中同時様子はもう解散決まってたからな本当に。ちょっと最終確認マネージャーに聞いとくわ、ほんまに。お願いしますよ本当に。そうやほんまにな。はい、そしてメールとツイッターでご参加いただける豪華プレゼント企画も実施いたします。あなたのお財布の中身2倍にしますキャンペーン、すごい。クオカード総額1万円分、そして番組でメールを読まれた方全員にスベンソンさんとのコラボグッズドデカステッカープレゼントいたします。うん、はい、それぞれ詳細番組のツイッターでご確認ください。はい、よろしくお願いします。お願いします。では岡田さん、今日のお菓子棒切りの岡田賞発表お願いします。それではいきましょう。岡田賞でございます。高山スピリッツ、あんば、これでいいですね。すいません。絶対できないじゃん、だってそんなの。いや、できないんですけど、ね、アンバなんてないんだから。逆にあの、アンバ、あれをできるのがすごいのよ。あ、まあまあ、そうなんだ。その、できるできないじゃなくて、あの腕力で、アンバって普通の人できへんから、絶対。まあ、できないですよね。あの、体操選手のあの、釣り輪とかのあの、十字懸垂、あれ無理よ。無理ですよね。あの、アンバ買ってなん、もう、生の見たら結構高い位置にあの掴むとかって、はい、あそこ登るのも難しいし、ね、はい、ほんであの足跳ね上げるやつ、 あんなん絶対できへんで。え、何のこれ審査ですか。え、岡田賞って何でしたっけ。すみません、アンバの方の修正を詳しく言っちゃいました本当に。すみません、アンバの修正の方。いや、あなたもちょっと動物の修正の方多かったんで。いや、そうなんです。そうなんですよ、お互い様ですから。なるほどね。アンバということで、まさか選ばれると思わないで読んだんですけど、これは違いますよっていう意味で読んだ方のやつですよ、こっちは。そしたら、はい、そうだら師範代、ちょっと模範解答いいですか。なるべくっていうのは本当バレない程度にとか、バレない程度ですね。やってもいいっちゃいいんだけど、なんだよ、はい、そこがポイントなんだ、このなるべくっていうのは。申し訳ございません、本当に。そしたら松井ちゃんお願いします。はい、上司から説教を受けているとき、なるべくやらない方がいいことを教えてください。ごめんなさいのポーズが乃木編。これですね。間違いないでしょうね、これ。あれ、前の人が気づくのよ。なんか祝いみたいになってないか、二人でみたいな。引きで見たときにごめんなさいって言ってる。ごめんなさいのポーズ。俺と上司を、なんか祝いっていう字になってないかみたいな感じに見えてしまうっていう。いや、それ TIM さんぐらいですから、そんな。
TIM の5両人ぐらいでしかそんなん見えませんので、なるべくやらない方がいいっていうねこれぐらい、まず普通、ちょっと普通がどう見えのごめんなさいと、普通どう普通のごめんなさいっていうか頭下げてるだけじゃないですか。うん、ああそうですね、なんかこう、そうですね、今実際に今リスナーの皆さん、右手ちょっと前出すでしょ、右手ちょっと出して、はいはいはい、で右足プッて出すのぎへんになるわけですね、はいはい、それレッドさんの役割それレッドさんの担当、手を挙げた瞬間にちょっとこうのぎへんに見えて、あの祝いっていう字に見えてそれレッドさんの担当の方や、周りがクスクスし始めちゃうなるべくやらない方がいいです、なるべくやらないですね、はい、ありがとうございます、こういうことなんです、こういうことなんですそんなのにアンバンになっちゃったかな俺の答えのほかなんか間違ってるいや、まあ、合ってる間違ってるないんですけどありがとうございます、はい、はい、11月に行われる松竹、そうですね、はい、改めて本当に毎週いろいろ告知させていただいてね、はい、あの松竹、お笑いライブ文化放送のメディアプラスホールにて、11月26日土曜日、ね、はい、16時開演の帰ってきた漫才7、そして19時開演トップ座、これにね松竹芸能たくさん出ますんで、うん、詳しくはですね、詳しくは松竹芸能のホームページでチケットの購入方法など載っておりますんでチェックお願いします、はい、ちょっと早めから告知やってるんですけど、11月26日なんで、はい、割と先なんですよね、もうすぐ早め早めでかなっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど11月26日なんで、まだ1月半ぐらいありますから、はい、ちょっとお間違いのないように、はいはい、これチケット購入も始まってるんですよね、あ、始まりました、いや、どうなんですか、俺も詳しく知らないんだ、まだあ、まだまだ始まってない、まだみたいです、あ、よかったー、チケット購入がまだ始まってない、もう始まってて、ここで何回も告知言うことはまだ満杯になってないねんなと、すごい心配があったのよ、大丈夫です大丈夫です大丈夫です、まだやってないんでチケット購入のために今告知ですから、はい、なるほど、はい、まだ購入にはなってないやな、はい、購入してもし万が一の時にはちょっとまだ空席の方がございます、緊急告知ですね、緊急告知まだチケットがわずかに残っております、そうそうそう、言いながらたっぷり残ってるパターンありますからね、まだその段階ではないんでよかったですよ、でもなるべくちょっとね、11月の後半だと皆さんお忙しくなってる、はい、来るでしょうからね、嬉しい、11月の26日土曜日、はい、ぜひですね、はい、休みを取って見に行っていただきたい、改めてちょっと最後にもう時間もわずかですけど、はい、柴田さん、はい、ご結婚ということで何かね、ちょっとね、しかもあの本当はね時間があれば、はい、皆さんからのメッセージ結構ちょっといろいろといただいたんですよ、送ってくれた方の名前だけでも呼んだりやん、はい、本当にすごい、まあすごい数来てますよっていう連絡もらってきたんですけど、まあ数えられないことはないくらいやめてそこは値打ちこいとったらええがな、数えられないほどではない、名前ぐらいは言ったりやね、ライムさん、愛知のマミさんね、はい、ありがとうございます、入院中さん、いかがうまいのは当たり名誉さんね、そうそう、あと大宮のロケット、ありがとう、雪まみれボーダー、獅子丸、ホタルイカ、豆柴、これ名前ちょっとわからない、こっちか、窓に帰る、はい、まー、あ、ちゃん、はい、ニートくん、また時間があるときにゆっくり、はい、ご紹介します、これね、はい、すいません、改めて時間です、本当にありがとう、はい、増田岡田岡田とアンタッチャブル柴田秀樹と文化放送アナウンサー松井沙莉でした、閉店ガラガラ See you。文化放送が一時をお知らせします。